RNA ポ, RNA ポリメラーゼ、RNA ポリメラーゼ、RNA ポリメラーゼとは、リボヌクレオチドを重合させて、RNA を合成する酵素。DNA の異型さ、一本差の塩基配列を読み取って、双方的な RNA を合成する、反応、転写を触媒する心となる酵素を、DNA 依存性 RNA ポリメラーゼという、単に、RNA ポリメラーゼとも呼ぶ。ポリメラーゼは、 より英語発音に近い、ポリメレースと呼ばれることも多い。深刻生物では、DNA を異形にして、mRNA やスナナ遺伝子の多くを転写する、RNA ポリメラーゼ E がよく知られる。この他に 35S な線具体を転写する、RNA ポリメラーゼ I、トレナと U6 スナナ 5S な線具体等を転写する、RNA ポリメラーゼ E などがあり、 蒸気3種は DNA 依存性 RNA ポリメラーゼと呼ばれる。また、RNA を異型に RNA を構成する RNA 依存性 RNA ポリメラーゼもあり、多くの RNA ウイルスで重要な機能を果たす、以外に、マイケロナの増幅過程にも利用される。異型を必要としないものもあり、初めて発見された RNA ポリメラーゼである、ポリヌクレオチドホスホリラーゼ。 ポリヌクレオチドフォスフォリレース、ポリヌクリオタイドフォスフォリレースも、その一つとして挙げられる。この酵素は、実際には、細菌の細胞内で、ヌクレアーゼとして働くが、試験管内では RNA を合成することができる。これを利用して一種類のヌクレオチドからなる、RNA を合成し、それから翻訳される、タンパク質を調べることで、初めて遺伝暗号の決定が行われた。 深核生物の持つポリ、A ポリメラーゼも、同様に胃型を必要とせず、パルイ転写産物の3末端に、ポリ、A 鎖を付加することで転写後の遺伝子、発現制御機構の一端を担っている。深核生物の転写装置、RNA ポリメラーゼは、パル I、パル E、パル E の3種がある。それぞれ10種類以上ものサブユニットから構成される、基本的には12種。 また、古細菌の RNA ポリメラーゼもサブユニット数が多く、9から14種のサブユニットから構成されている。有利古細菌ではいくつかのサブユニットが省かれているが、一部のクレーン、古細菌には、新核生物の12種類のサブユニットがすべて保存されており、新核生物の持つ3種の RNA ポリメラーゼの祖先型と考えられている。 コサイキンの RNA ポリメラーゼは A サブユニットが2つに分かれている特徴がある。一方で、新生細菌の RNA ポリメラーゼは全体的に新核生物やコサイキンのものより単純な構成である。ααββω の4種語サブユニットからなるコアエンザイムにシグマが解合したコロエンザイムと呼ばれる形態で正常なプロモーターを認識する。 シグマ因子は遺伝子上流のプロモーター配列を認識して転写を開始する役割を担っている。大腸菌の RNA ポリメラーゼホロ酵素、RNA ポリメラーゼホロンズイムは2分子の α、α1 に及び1分子ずつの β、β、シグマ、オメガサブユニットを含む。シグマサブユニット以外だけでも複合し、これを RNA ポリメラーゼコア酵素。 RNA ポリメーラゼ、コアエンザイム、コアポリメラーゼコア、ポリメーラゼと呼ぶ。コア酵素は、実際に RNA を合成する部位で、シグマサブユニット、シグマ因子はコア酵素を特定の遺伝子に導く。ホロ酵素の特異性スペシフィシティ、シグマは、ギリシャ文字の S を担うと言える。それぞれの項で、各サブユニットを紹介する。RNA ポリメラーゼホロ酵素において2つ。 存在するアルファサブユニットは開始段階ではプロモーターのアップエレメントの認識を担う。一方、伸長段階になるとコア酵素の解合を含む様々な活性を示す。リチャード・グルース、リチャード・グラウスらはアルファ2 3 5ッタンの94アミノ酸が欠損。正常なアミノ酸数は329で94ない235及び R265C、N 末端から265番目のアルギニーをシステインに、痴漢という2のアルファサブユニット変異体について実験。これにより、RNA ポリメラーゼホロ酵素がアップエレメントを認識しなかったことを明らかにした。また、グルースとリチャード・エブライト・リチャード・イブライトらは、タンパク質限定分解法を用いて、アルファサブユニットの N 末端及び CE 末端が、 それぞれ独立して、αNTD ア,アミのターミナルドマインオブザ、α サブユニット及び αCTD カルボキシルターミナルドメインオブザ、α サブユニットというドメインを形成することを突き止めた。実験生物は大腸菌。N 末端ドメインは8から241付近を含む 28KD、C 末端ドメインは249から329。 末端付近を含む 8KD である。グルースとエブライトラは、また、2つは明確な構造、モチーフを取らない、少なくとも239から251の13、アミノ酸による連結さでつながっていることも発見した。このことから、αctd の機能について一つの仮説が考えられる。RNA コア酵素において、他のタンパク質と相互作用するのは、 αNTD であり、αCTD は連結差の先で、コア酵素から離れている。しかし、アップエレメントに対して、強力に結合し、DNA とホロ酵素とのつながりをさらに強固に補う。工述する RF 複合体の立体構造解析から、2つある、アップエレメントのうちマイナス40付近のものは、α1 が、マイナス60付近のものは、α2 が連結する。 ベータサブユニットと共に転写産物の伸長を担う。どちらも DNA との結合部位を持つが、ベータサブユニットのそれは N 末端近くのメット30メット102の領域だ。静電相互作用で弱く結合する。エフゲニーナドラー、ベゲニーナドラーの1996年の実験によると DNA のマイナス6プラス1が対象で転写中この部位は誘拐している。 DNA との接続で中心になるのは別の β サブユニットの結合部位であるが、β サブユニットのそれはその上流に位置する。このため、上流へと吐き出される転写産物が異形さとの結合を脅かした年も、RNA ポリメラーゼの活性に対して影響はない。また、ナドラーの別の実験によると、β サブユニットは、β の結合にも関わるようだ。 ホロコ素ソの活性部位を構成するタンパク質の一つであり、ホインである MG と結合する三つのアスパラギン酸を持つ。ベータサブユニットは微生物に対する代表的な抗生物質であるリファンピシンとストレプトリジギンが直接作用する物質である。したがってこの二つは転写の伸長を阻害する。ただし、ストレプトリジギンは開始段階に効果があるとされている。これは、 開始段階にも 10NT の RNA、アボーティブ転写産物を合成する過程があり、これを阻害するためである。ベータサブユニットは、転写の開始段階において、RNA ポリメラーゼホロ酵素がマイナス11プラス1を巻き戻すことを助ける。この巻き戻しは、いわゆる解放型複合体の形成であるが、その際に、非型差のマイナス10領域中に、 RNA ポリメラーゼの結合が必要だ。キャロールグロス・カロールグロスらの研究によると、結合は、β の262から309のアミノ酸領域が促す。身長段階においては、RNA ポリメラーゼホロ酵素の DNA 結合を担う。すなわち、C 末端近くの m 二百三2 3 0ト e 二百2 7 3でプラス2プラス11の領域に強く、 素水性相互作用する。この DNA 領域は、ベータサブユニットとの結合部位と異なり、転写中は二重螺旋のままだ。特に転写開始段階で活躍するようだ。シグマ因子があると RNA ポリメラーゼは、不特定の DNA 部位、緩い結合部位、ルースバインディングサイトに弱く結合。滑って移動し、プロモーターに出会うかそのまま有利する。これにより、 RNA ポリメラーゼが転写させる遺伝子を発見することはとても早い。速度定数にして 10ms で滑らずに DNA へ無差別に結合しては乖りを繰り返す場合の100倍だ。結合した時の安定性で言えば乖りまでの半減期は約60分と長い。シグマ因子がなければ1秒以下である。シグマサブユニットはまた RNA ポリメラーゼとプロモーターを 半減期が数時間になるほど強固に結合させる。ホロ酵素とプロモーターの解合定数は他の配列と比較して平均約10倍であり、コア酵素の平均1000倍にもなる。プロモーターによって結合定数は10から10と幅広く、なのような約1秒に1回から、レイジー遺伝子のような約30分に1回という転写頻度の違いを生み出す。それだけではなく、 身長段階への移行に必要な DNA の巻き戻しも担う。身長段階に突入するとき、RNA ポリメラーゼは構造を変えるが、このときシグマインの結合は極端に弱くなる。トラバーズ・トラバースとバージェス・バージェスの研究によると、シグマインは身長を促進することはない。二人の百六十九年の論文では、離れた。 シグマ因子は別のコア酵素と結合し、なおかつそれは DNA を正常に転写できることを証明した。このことからシグマ因子は再利用されると考えられる。シグマサイクルという循環の中では当初、身長前に必ず離れるものと考えられていたが、現在では結合が弱くなるだけという説が有力だ。実際、身長段階に至ったホロ酵素の70%は、 シグマ因子を保有したままだ。すなわち、シグマ因子は通常身長が止まった時に別のコア酵素に利用されるため離れる。特別な遺伝子を選任するシグマ因子もある。あらゆる新生細菌は成長機能に関する遺伝子、通常の増殖に必要な遺伝子を転写する主要、シグマ因子プライマリー、シグマファクター、シグマを持つ。例えば、大腸菌ではシグマであり、 カレクサ菌ではシグマだ。それぞれ 70KD と 43KD で、右上の番号は分子量に由来する。他にも、熱ショック遺伝子や放子形成遺伝子なども特別なシグマ因子が担当する。多くの種類があるのは、環境条件によって適切な遺伝子群を発現するためで、この使い分けは特にカレクサ菌を用いた研究によって明らかとなった。普段は、シグマが 転写制御に当たっているが、栄養状態が悪くなった場合などには、他のシグマ因子、シグマなどが発現し、胞子形成の準備を始める。その後、母細胞では E、K と変化し、胞子では解、G が使用される。あらゆる新生細菌におけるシグマ因子のアミノ酸配列は、領域1から4に分類できる。ハーマン・ヘルマンとジェンバーリン・ジェンバレンは、 各領域の機能を一下のように提唱した。領域1は主要シグマ因子にしか存在しない。シグマ因子が RNA ポリメラーゼを伴わずにプロモーターと結合することを阻害する。このため DNA と結合するためには RNA ポリメラーゼコア酵素と結合して、口実する領域2.4と4.2のドメインを露出させなければならない。 シグマ因子単独の結合は、コア酵素とプロモーター間の結合の阻害につながるため、この機能は重要だ。領域には、すべてのシグマ因子に存在し、あらゆる生物で最も共通性が高い。さらに、領域2.1から2.4に分類される。特に重要なのは、領域2.4で、これはマイナス10ボックスに特異的に強く結合する。DNA、e、との結合に、 最適なアルファヘリックスを形成すると予測されるアミノ酸配列を含んでいるが実際にマイナス10ボックスを認識することはリチャードロジックリチャードルズウィックが代小変異の実験で証明し領域3はコア酵素と DNA 両方の結合に関与する領域3と4をつなげる連結さはほとんどの転写で最初に合成されるアデニンとの特異的な結合に関わる また、RNA、出口通い字を塞ぐ、新生細菌のホロコーソ DNA 複合体の3で衝突。合成されたばかりのアデニンは、DNA との2本の弱い水素結合でしか、支えられておらず、ホロコ素ソとの特異的な結合が必要だ。連結さを書いたホロコ素ソでの実験では、最初の2つのリボヌクレオチドの一方、または、両方が通常より、はるかに、 高濃度でなければ転写が始まらないことが確認れた。領域4は4.1と4.2に分けられ、ホロ酵素のプロモーター認識において重要と考えられている。領域4.2は、ヘリックスターンヘリックスという DNA、結合ドメインを含み、マイナス35ボックスに強く結合する。伸長段階を実行する DNA ポリメラーゼを中心とした。 複合体の立体構造についての研究は、1999年にセスダースト、セスダーストが X 線結晶構造解析で撮影したサーマスアクアッティカスの画像に基づく。2008年現在、新生細菌のモデル生物である大腸菌を X 線結晶構造解析できたものはいないためだ。とはいえ、二次元結晶の電子顕微鏡で観察した。 大腸菌コアポリメラーゼの全体の上は、酷似しているため、詳細な構造も似ていると考えられている。T ・アクアッティカスの RNA、ポリメラーゼコア構想は、カニンのハサミのようだ。主に爪の一つは、ベータサブユニット、もう一つは、ベータサブユニットが占める。α1 と2は、ヒンジにあり、それぞれベータ、ベータに結合している。小さなオメガサブユニットは、 ベータサブユニットの C 末端に巻きついており、ハサミでいう峰に存在する。触媒活性中心、カッタリティックセンター、活性部位は、ベータとベータサブユニットの内部である、活性中心向チャンネルにおける付け根にある。広さ約25の空間だ。ここには、マグネシウムイオン MG が、ベータサブユニット中の3つのアスパラギン酸に、綺麗と結合している。この3つは、 アミノ酸配列な DFDGDD D D がアスパラギン酸に含まれており、すべての細菌で保存されている。2002年のダーストラの X 線結晶構造解析から3つの結論が出された。1、シグマ因子、シグマとベータ及びベータサブユニットとの間には広い範囲の相互作用がある。2、シグマ因子の N マッターにある91個のアミノ酸。 ドメイン1.1が欠損している。ホロ酵素には DNA を通す割れ目があったが、それにしては小さい。このことから、91個のアミノ酸は割れ目をこじ開けて、DNA を結合させると推測されている。3. シグマ因子中のドメインのうちの2つ、ドメイン3と4をつなぐ、明確な3次構造のないループは、RNA ポリメラーゼホロ酵素の活性部位に近く、また、 転写産物の出口に存在している。二番目で欠損している部位を解釈しているのは、ダーストラは完全にホロコースを結晶化できず、ドメイン1.1を欠損したシグマのそれを撮影に用いたからである。よって完全な構造は明らかでないが、その予測はできる。例えば、画像によると切断された N マッタンがアルファーサブユニットの端に位置し、活性部位にまっすぐ向く。 また、ドメイン1.1は中性 pH で、約3分の1の残期が、不電下となるほど酸性アミノ酸が非常に多い。塩基性アミノ酸が並ぶ活性部位にいかにも強く、結合できそうだ。ダーストラはこれを、ドメイン1.1は小さすぎる入り口をこじ開けて、DNA を内部に結合させるためと考えた。そして、内部で、DNA は誘拐し、ホロコーソは、 閉鎖型複合体になるのだろう。その際に、ドメイン1.1は乖離し、内部の DNA 周辺で活性部位は閉じると考えられる。この乖離は、閉鎖型複合体に保護されていたのが、解放型複合体への移行で、ドメイン1.1がヒドロキシルラジカルにさらされるためのようだ。リチャード・エブライトは、閉鎖型複合体のドメイン1.1が、 解放型複合体では消えていることを、蛍光共鳴エネルギー移動実験で証明した。3番目の見解には2つの解釈がある。第1に、シグマ因子は、活性部位に近づくことで、リン酸ジエステル結合の形成に携わる。第2に、ループの連結さは、転写産物の出口を塞ぐことで、アボーティブ転写産物の形成を行う。 アボーティブ転写産物形成については、連結さと開始段階で合成される RNA は、出口を占有するための競合をするという仮説がある。連結さが勝つと、RNA の伸長は中断され、短いアボーティブ転写産物として放出される。アボーティブ転写産物は完成した、転写産物より過剰に合成される、大腸菌では11倍過剰ので、この過程は、 おそらく何度も繰り返す。約1 2 n t 以上にうまく成長できた時に、r n a はようやく競合に勝つ。連結差は r n a にどかされ、結果、コア酵素とシグマ因子との結合は弱くなる。もしくは、コア酵素から乖りして、身長への移行に備える。ダーストラは、連結差を欠損したシグマ因子で、アボーティブ転写産物は多量に生産されないことを確認した。 アボーティブ転写産物は、シグマ因子が活性部位に存在するための副産物なのだろう。身長の一となる短い DNA を結合させるためシグマ因子が活性部位に接近することで、必然的に連結さは出口を塞ぐのだ。ホロコーソと DNA がなす複合体は、転写時の状態であるため RF 複合体、レプリケイティブホームコンプレックス、RF は、 複製型と呼ぶ。ダーストラは、数のフォークジャンクション DNA に T アクアッティカスの DNA ポリメラーゼホロコウを結合させた RF 複合体を作成した。この DNA は、マイナス35ボックスを含む、ほとんどが2本鎖だが、マイナス10ボックス中の、非型さにマイナス11位から始まる1本鎖のトップ分を持つ。これは、 開放型複合体における状態を模倣したものだ。詳しくは新生細菌の β サブユニットと RF 複合体の立体映像を得て様々な事実が判明した。ホロ酵素に結合する DNA はシグマサブユニットがある場所を横切る。大腸菌のプロモーターにおいてはマイナス12の塩基がシグマ因子の領域2.4の GLN437 及び thr440 と相互作用している。t アクアティカスのシグマで2つのアミノ酸は gln260 と asn263 とに相当する。trp256 はマイナス10、ボックス直前のマイナス12に非常に近い。t アクアティカスシグマのフェ2 4 8二百2 5 3 t r p 2 5 6や 大腸菌シグマにおける一部の酸、方向属アミノ酸は高度に保存されている。これらは開放型複合体のマイナス10ボックスの比に型さに結合することでプロモーターの誘拐に関与すると目される。観察された TRP256-1 からマイナス11位の塩基体の代わりとなり誘拐を促進する可能性が高い。 シグマの領域2.2と2.3における2つの保存された塩基性アミノ酸 ARG237 とリース241が静電相互作用で結合していることが観察された。しかし、領域4.2の残機は35ボックスに結合していない。ダーストラは撮影のために RF 複合体を結晶格子とするときに マイナス35ボックスが領域4.2に対する正常な位置から押し出されてしまったと結論付けた。ダーストラは自身の撮影した RF 複合体の構造やその他の証拠から以下の仮説を提唱した。DNA の上流で2本腐り DNA が曲がることによってドナセの標的部位が生じる。一方、下流領域では二重螺旋が誘拐。こうして 閉鎖型から開放型へと複合体が移行する。開放型複合体での DNA や核タンパク質の相互作用も立体的に解析された。マイナス10ボックスが β と β サブユニットの間で融解するが、これは β、カジ型構造によって維持される。この構造は β サブユニットの表面から隣接する β サブユニットに向けて、 また分離した二つの DNA 差の感激に突き出す。これによって DNA の再解合は阻止される。活性部位には二つの MG が三つのアスパラギン酸によって支えられる。少なくとも開放型複合体になった時点で、ホロ酵素には内部に通じる五つの通路がある。NTP 取り込み通路は基質であるリボヌクレオチドを触媒活性中心に迎え入れる。 RNA、出口通い時は、後の伸長段階で合成した RNA 差の部分を出すためにある。他の3つの通路は DNA が出入りするために使う。下流の DNA は、下流 DNA 用通路から二重螺旋のまま、活性中心行に入る。そこで DNA はプラス3から2本の1本差に分かれる。ひ型差は、ひ型作用通路、NT 通路を抜けて、 ホロ酵素の表面に沿って進む。一方、イガタさは触媒活性光を突き進み、イガタサ用通路、T 通路から外に出る。二つの一本差は、ホロ酵素の後方にある、上流 DNA のマイナス11の位置で二重螺旋に戻る。深刻生物には、RNA ポリメラーゼ1、2、3といった三種類の RNA ポリメラーゼがある。年に、 ロバート・ローダー・ロバート・ローダーとウィリアム・ラター・ウィリアム・ラターが発見した。3つは合成する RNA が異なり、RNA ポリメラーゼ1は、セン部体を合成する。RNA ポリメラーゼ2は、タンパク質を高度する、mRNA のほか、未だ謎の多いヘテロ核内、ナヘター・ゲニアス・ニュークリア・ RNA、ハンナや大部分の核内、低分子 RNA スモール・ニュークリア・ RNA。 スナナを合成する。ハンナとスナナは成熟、mRNA の合成に関わる。RNA ポリメラーゼ3は、トレナヤゴエスナ、前述とは別のいくつかのスナナの線具体を担う。また、細胞内の分布も別で、RNA ポリメラーゼ1は、各固定にだけ、2と3が、各質にだけ存在する。最近は、開始因子が一つ、シグマ因子だけだったが、 深刻生物では、複数の基本転写因子、ジェネラルトランスクリプションファクター、GTF を必要とする。しかし、実際にはヌクレオソームがあるためさらに DNA、結合調節タンパク、いわゆる介在複合体、ヌクレオソーム就職酵素をはじめとした、いくつかのタンパク質を必要とする。RNA ポリメラーゼニのサブユニット構成は、1971年に、 ピエール・シャンボン、ピエール・チャンボンらと、ラターラのグループから独立に報告された。この時は、不完全だったが、1975年に、マウス由来のすべての RNA ポリメラーゼから、ローダーラがほぼ完全な情報を明らかにした。現在では、全3種のサブユニットについて正確に判明している。人と酵母におけるポリメラーゼにの12個のサブユニットについて、下の表にまとめた。 これらは、各々単独の遺伝子にコードされている。各サブユニットの名前は、その遺伝子の名前に由来する。RPB という名称は、シャンボンが用いた RNA ポリメラーゼ B、すなわち2という呼び名にちなむ。リチャード・ヤング、リチャード・ヤングは、エピト・オプタグ・ポーで同定した10個のサブユニットを3つに分類した。第一に、新生細菌の RNA ポリメラーゼコア酵素に、 構造、機能ともに類似するコアサブユニット。第二に、少なくとも、公募では3種類の核内、RNA ポリメラーゼすべてにある、共通サブユニットコモンサブユニット。最後に、必ずしも、高素活性に、いつも必要ではない必須サブユニットだ。電気営動の結果から、RPB1 サブユニットには 215KD の2と240。 KD と測定された2の2つの形態が存在する。2の C 末端には CTD カルボキシル、ターミナルドメインと呼ぶ7個のアミノ酸、ヘプテットからなる共通配列ティールセアプロ THR セア、プロセアが反復した配列がある。2は CTD のヒドロキシ元を持ったアミノ酸、セリン、スレオニン、ジロシンがリン酸化したものである。しかし、 母乳類のハプタットは52回反復するが、これが全てリン酸化したとしても、2と2の分子量差を埋めることはできない。実際の分子量が大きく見えるよう、ド度ドが遅くなるよう、リン酸化は立体構造の変化を引き起こすと考えられている。異なる r p p 1サブユニットを所有する RNA ポリメラーゼ2をそれぞれ RNAA、ポメラーゼや RNA ポリメイラーゼや及び、 RNA ポリメラーゼ IRNA ポリメイラーゼ I 特別する。前者はプロモーターに最初に結合するときの形態で、後者は伸長反応を行う。ロジャー・コーンバーグラは2001年に X 線構造解析の結果を発表した。RNA ポリメラーゼニの結晶化は難しく、撮影に用いたのは RPB4 と RPB7 を書いた酵母変異株のもの、パリデルタ4。 7だった。これは転写を開始できないが、伸長反応は問題なくできる。全体の構造は巨大な顎のようで、酸性の DNA を加える深い溝がある。このため残りの酵素表面は酸性であるのに対し、溝には塩基性残器が並ぶ。上顎は r p p 1と RPB9、下顎は RPB5 だ。 そこの触媒活性中心には2個の MG があり、コーンバーグラはメタル A メタル A とメタル B メタル B に区別した。メタル A は RPB1 の D481、D483、D485 といった3個のアスパラギン酸と強固に結合している。一方、メタル B は RPB1 の D481、 RPB2 の E836 と D837 に囲まれているものの、肺囲結合するには距離がある。触媒反応の過程でこれら酸性アミノ酸が近づくのだろう。メタル B は、基質のリボヌクレオチド酸リン酸と結合する。新生細菌同様、RNA ポリメラーゼニにもポア1ポレイチという合成した RNA を出す出口が存在する。 ロート上のポア一外縁には、出てきた RNA を切断する TF2S と結合するアミノ酸が並ぶ。一方、入り口は14にも及ぶクランプモジュールクランプ、モジュールが回転することによって開閉される。プロモーターは酵素表面でほどかれ、相互差を外に残して、異たさが溝の中へ誘導される。コーンバーグラは DNA と構成した。 RNA 両方と結合した RNA ポリメラーゼニの撮影にも成功した。単独でクランプモジュールは開いて外から活性中心に近づけたが、身長複合体のクランプモジュールは閉じ、異形さと転写産物を覆う。放実するように、転写中の DNA は内部で折れ曲げなければならない。しかし、転写が開始する前の DNA は比較的強固にまっすぐしている。 最初に DNA を入れるときは開いているが、途中から DNA が酵素から離れないように閉じるのだ。メタル A は、最近孵化された2つのリボヌクレオチド間のリン酸に結合できる位置にある。活性中心の近くには溝にまたがった、ブリッジヘリックスブリッジヘリックスが観察される。まっすぐに伸びた状態では、気質のリボヌクレオチド酸リン酸が入れる、ーポア1は開いている。 一方で THR831 と LA832 の付近で曲がる状態もあり活性中心は閉ざされる内部の DNA は入り口のところでその先にある壁のために無理やり曲げられる酵素表面で解かれた異形さは RNA と二重螺ん形成するがこの長さはラダーラダーカジと呼ばれるタンパク質が 触り物となり QBP に制限される。それ以上孵化されると、塩基体形成している最後のリボヌクレオチドが DNA から離れ、RNA の出口から抜け出す。DNA も別の出口で脱出し、異型さと非異形さは二重螺旋に戻る。RNA ポリメラーゼの進路、DNA の下流を前とするなら、後ろの壁から上に RNADNA 出口が下に、 ポア1が開いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。